こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は私の競馬論、やっていくわよ。おお。今日は何をやるのかしら？今日は現役のスターホースである菊花賞、春の天皇賞、宝塚記念を制したタイトルホルダー、2022年の秋には凱旋門賞に海外遠征し、帰国初戦の有馬記念をいつも通り逃げたタイトルホルダーは春のように直線の勢いが衰えないことが期待されたが、そのファンの思いは実らなかった。生産者の岡田スタッド総帥岡田牧雄は凱旋門賞競争局を終わらせると息巻いていたし、逃げの足質も2着だったエルコンドルパサーを彷彿とさせるものもあり、かなり期待されたが直線で馬群に沈み惨敗。これでもダメか。って思ったわね。まあ、芝も日本とは違うとのことだし、何より直前に大雨が降って不良馬場になったことが直接の敗因になった。とのことだけど、ぶっちゃけさ負けた後に敗因を作ろって、自己満足してもなぁ、言っちゃ悪いけど、武豊などはロンシャンの芝は特殊じゃないとも言ってるし、栄新光だってエスパーン賞勝ってるからね。おお。これ言い始めると荒れるぞ。大体、大雨が降った後の凱旋門賞後のフォレ賞で日本馬のエントシャイデンが3着と好走してるし、この馬は日本ではリステッドしか勝ってない馬だしね。つまり、芝と馬場状況をタイトルホルダー惨敗のせいにするのはあまりにもこのような事実を無視しすぎているのよね。なぜ負けたか。弱かったから。ってなると、日本であれだけ強かったタイトルホルダーを見ていた日本人は惨敗の理由を見つけようとしたり、欧州の馬場が悪いとしたりしたわね。まあ、鍛え抜かれた競馬ファンだとエルコンドルパサー2着の前の挑戦で打ちひしがれているから、メンタルは強いんだけどね、不良馬場が。というけど、エントシャイデンは好走しているし、エルコンドルパサーの2着の時も不良馬場だったんだけどね。おお。競馬ゆっくりはタイトルホルダー好走の条件として、凱旋門賞前に不良馬場がいいと言っていたけど、持久力、スタミナ勝負にするなら、馬場が重くてみんな疲れて直線迎えて、その時の位置取りがアドバンテージになるような客室だったからね。しかし、ダメだったわね。でね、私としてはタイトルホルダーの敗因をこう考えたの。不良馬場や芝の違いじゃなくて、コースの高低差の問題じゃね。とね、そして、タイトルホルダーの戦績を見ていくとタイトルホルダーの特徴が見えてくるの。つまり、タイトルホルダーがなぜ凱旋門賞がダメだったか、そして日本であれだけ強かったのかが見えてくるわ。おお、じゃあ、解説スタートよ。タイトルホルダーは復活できるのか？日経賞で有馬記念惨敗後のタイトルホルダーは G2 の中山の日経賞で年明け復帰する。今年は凱旋門賞は諦めて、大阪杯と日経賞の両睨み。そして、今年の目標は年末の有馬記念と報道されているわね。正直ね、この目標設定とレース選択、私、ものすごく間違っていると思うのよね。どういうこと？過去に作ったタイトルホルダーが本当に強いのか？という動画で詳しく構造は解説しているから、簡単に説明するけど、タイトルホルダーって、世代限定戦では中山で好走実績があるけど、古馬になってからは中山でメンバーが薄かった日経賞を新勝した以外は全部阪神競馬場で勝利を挙げているの。そして、タイトルホルダーが阪神競馬場を走るとパフォーマンスがとてつもなく向上する。この姿を見ているから凱旋門賞の惨敗が信じられない。と現実逃避をする人もいるんだろうけど、私の仮説としては実は新勝した日経賞のタイトルホルダーが阪神競馬場以外のタイトルホルダーの実力じゃないかと思うのよね。それは、一体、阪神競馬場は JRA の他の競馬場に比べて、高低差が極端に少ないフラットなコースなの。そして、3コーナー付近から直線までずっと下り坂。そして直線に取ってつけたような上り坂があるんだけど、タイトルホルダーは下り坂に適性を持った馬で、フラットコースに強い馬じゃないかという仮説ね。そして、有馬記念、凱旋門賞は阪神よりもかなり高低差のある競馬場なわけ。中山は 5.3 メートル、
ロンシャンは10メートルあるわ。一方、阪神は最大 2.4 メートルの高低差しかない。これがタイトルホルダーにかかった魔法だと私は思ってるわ。つまり、タイトルホルダーの底なしの持久力は阪神のフラットコースで下り坂が客室とともに競馬場とマッチしたからということ？そうね。でも、この傾向はタイトルホルダーだけじゃなく、日本の馬全般に言うことができて、社大ファーム総帥吉田照也は守護馬としてサンデーサイレンスが日本で大成功した理由を、欧州などの自然を生かした競馬場ではなく、作られた競馬場に対する適性が高かったから、という言説があるんだけど、この前パンサラッサのサウジカップで考えてみたんだけど、ぶっちゃけ芝とかダートとかあんまり関係ないんじゃないかと考えるようになったの。はあ、どういうことなの？サウジの馬場はアメリカで実績を残すような馬が優位に立てる土っぽい馬場なんだけど、今年のサウジカップは日本で芝で実績を残した馬、ダートで実績を残した馬がごちゃ混ぜで構想している。確かにね。サウジもドバイも作られた競馬場だけど、作られた競馬場とは何か？それはロバンを作った競馬場なのではないかと思うわ。つまり、欧州の競馬場は自然に柵をぶっ刺してそのまま使っているということね。そうなるとさ、日本の硬い馬場の正体もわかってくるんだけど、JRA の芝コースは芝の下には山砂と土壌改良材が20センチ、その下に山砂が30センチ、そしてその下には20センチメートルで単粒砕石を入れているわけ。つまり砕いた石ね。つまり、路盤を作っているわけね。そうすると、全部が土の自然のコースよりはそや硬いよね。つまり、その硬い馬場に適性があったのが、サンデーサイレンス。そういうことじゃないかな。そして、現在日本の守護馬は日本で走った内国産馬が主流である。つまり競争馬として、この硬い馬場に適性があった馬たちである。つまり、その傾向がサンデーサイレンスの時代から濃縮還元していって、極大化したということね。この傾向はサンデーサイレンスの血を引いていなくてもその傾向がサンデーサイレンス時代を経ている守護馬や繁殖牝馬から出ている可能性があるからね。サンデーサイレンスは公害。岡田総帥の名言だけど、まさかそういうところまで。あくまでも仮説だからね。ただサウジカップの日本馬の得意馬場があれだけ違う馬が掲示板に同時に乗る、という得意な光景を見たら、日本で走る馬はある程度馬場の適性は注文はつくけど、路盤の硬さが構想の条件じゃないかと思い至るまでになったわね。土のダートならってことね。日本の砂のダートと芝は全く違うのはカフェファラオの安田記念で証明されたしね。だから、パンサラッサにはそれを証明するためにぜひアメリカダートに遠征してほしいんだけどね。実際、デルマー開催の BC ディスタッフ、BC フィリー&メアターフを日本馬は買ったけど、デルマーはロバンが日本の作られた馬場より硬い、と言われているからね。そこを矢作義人は見抜いてるのかもしれないわね。だから、タイトルホルダーは凱旋門賞であんなに負けたんだと思う。直前の雨もロバンが整理されてないから、水はけも悪かったんだろうし。つまり、それなら日本馬の大部分は欧州への適性が柔らかいロバンだから適性がないというわけね。そうね。でもそれならなんで、エイシンヒカリやエントシャイデンはロンシャンで好成績を上げているの？日本馬でも欧州適性を持っている馬、と考えられるけど、ロバンの問題より高低差の問題だと思うわ。おう。実はロンシャンの高低差の大部分は凱旋門賞をスタートしてから1コーナーまでの上り坂でここが高低差10メートル。それ以外はほぼ下り坂かフラットなコースと考えていいわ、で。実はコース形態的にイスパーン賞もフォレ賞も10メートルの高低差の箇所は通らないわけよ。つまり、中山フェスタ、エルコンドルパサー、オルフェーブルの例外を除けば、この部分で日本馬は終わってしまっている。と言いたいわけ？そういうことね。つまり私のタイトルホルダーの凱旋門賞の敗因は大きいものが10メートルの高低差に耐えられなかったことと小さいものは路盤が柔らかかったから、水はけが悪かったのもあってのババ。
と定義しようと思うわ。あんまり報道されていることと変わらないわね。世の中、ぶっ飛んでいるのは陰謀論や口に合うように加工された大衆を納得させる言い訳だからね。案外考えられた言説や真実に近いものはつまらないものよ。おお、で。タイトルホルダーの戦績を見るとフラットコースで下り坂の阪神はめちゃくちゃ成績がいいのに、高低差が JRA の競馬場で一番きつい中山はあまり成績が良くないの。つまり、路盤の硬さの問題よりも高低差の問題が大きいっていうわけね。そういうことだから、路盤が硬い JRA の競馬場でも成績のばらつきが起こるわけ。そうすると、阪神専用機の疑いも出てくるわけね。個人的には2022年の有馬記念の敗因も凱旋門賞の疲れがどうとかじゃなくて、この高低差の問題だと思うわ。正直、2ヶ月も出走間隔が空いて、疲れがどうとかは言えないしね。仕上がりが8割か9割かって話ならわかるんだけど、でも、2021年の有馬記念は5着に来ているわよ。今考えるとこの年の有馬記念は少しレベルが低かったのかもしれないわね。おお、そこまで言ってしまうのね。そして、タイトルホルダーの強みと弱みを整理すると、強みはフラットコースならめちゃくちゃ強い、硬い路盤ならなおよし、弱いところはパワー。とにかく高低差。上り坂に弱いんじゃないか。ということね。だから、日経賞じゃなくタイトルホルダーの適正的に競馬ゆっくりは距離に不安ではあるけど、大阪杯だったら全然勝負になると思ったんだけどね。ジャックドールがいても、私は勝負になったと思うわ。とにかく自分の競馬さえすれば阪神は結果が出る馬だからね。おお。でも阪神じゃなく中山の日経賞が春指導のレースになったわ。そうね。私はここではタイトルホルダーは買えないわね。あくまで見るレースね。買いたくなるけどね。去年の日経賞は調子が悪いと言われている中、僅差で勝ち切ったわけだけど、私はタイトルホルダーの中山はあのパフォーマンスに毛が生えたものだと考えるわ。つまり、少し気の利いた馬が出てきたら簡単に負けるということね。私はそう思うわ。もし日経賞、パフォーマンスにもよるけど勝ち切ったら、春の天皇賞はかなり勝率は高いんじゃないかしらね。おお、実は中山には及ばないけど、京都は中山に次ぐ高低差を誇る競馬場だからね。淀の坂越えね。だから、もし日経賞が案外な結果だったり、勝ち方が僅差であれば春の天皇賞は思い切ってタイトルホルダーを切ってもいいと思うわ。この時点で、日経賞前でこんな動画上げるのは結構なことだけど、大丈夫なのかしらね。タイトルホルダーって、かなり評価された馬だけど、京都大改修の影響で阪神で京都の G1 をやりまくった特殊事情に恩恵を受けた馬だからね。その恩恵が今年からなくなるし、競馬ゆっくり的には阪神競馬場自体フラットコースと下り坂で特殊コースというか欠陥コースだと思っているから、直線に思いついたように上り坂入れるし、桜花賞なんかの伝統のある競争は仕方ないにしても G1 でチャンピオンを決めるコースではないと思うわ。まさか、車台やノーザンみたいに府中信者に。阪神よりはマシかなー。紛れも少ないし、これは筋金入りですわ。とにかく日経賞のタイトルホルダーは一回深呼吸して馬券を買いたいわね。以上になります。ぶっちゃけね。上り坂に強い馬はフラットコースならもっと強いんだけど、現代競馬では適性が如実に出るから、そうも言ってられないかもね。つまり条件さえ整えばタイトルホルダーはめちゃくちゃ強いわけね。だから大阪杯に出て欲しかったんだけどね。なかなか難しいわね。有馬記念目標だから経験させておきたいという腹積もりもあるんだろうし。まあ、タイトルホルダー的には競馬ゆっくりの仮説が全然的外れで高低差なんて関係なく強ければいいんだけどね。なかなかそれは信じられないわね。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。